どうも、テイラクルです。みんなでゴルフ。まだ一回もやってなかったんだよね、スコティッシュオープン。ちょっと、一回やろうか。一応この遊び服は置いといて。まあこれで行ってみっか。みんなでゴルフ。よし。もしかしたらちょっとまずいかもしんないけど、まあ別に。お、一番高いな、レベル。そんなことある？ 88 か。遠くまで来たな。スコティッシュクラシック最初のホール、レホー。ちょっと傾いた。 2.9 入るかな、大丈夫かな。多分大丈夫だと思うけど。よし、 OK、 絶対入る。よし。久々かもしれない、一番最初に打ち終わるのは。あ、そういや、あ、大丈夫。ボーナスポイントをつけてるから大丈夫。なんかボーナスポイントの付け方が変わるみたいな話も出てるんですけど、とりあえずまあいろいろ落ち着いてきてから、そのボーナスポイントの取り付けは考えようかなと思います。まあ一周してからというか。まあまあ、まだ1位のチャンスはある。ここか。祝砲礼砲ですね。ウィーウィーウィー。ぬるいな。礼砲下左弱め、オッケー。いける。本当はもうちょっと近くに寄せたかったんですが、しゃあない。多くは望まん。 OK。 よし。とりあえず今回は1位取れればいいかな。でも豆柴さんにやられそうな感じはある。さりげ1位取れそうじゃないっていうね。だ、もう礼砲ないし。やばいな、これ刺されるな、多分最後。あれ、いた。
お、ニアピンは取られたか。いやー、どうなんだろう。ニアピンじゃない自分。どう？ニアピンとベストダイブ。オッケー。もう大丈夫でしょう。これなら多分、うん、もう大丈夫。1位は取れたはず。はずね。1本。霊砲1本。オッケー！よし。ふぅ。いける？まあまあまあ、最低限。うん、2000ポイントの差もあるし、ここでしくじらなければ OK。 よし、大丈夫。とりあえず1位取ったと。うん、まあここのコースってホールインワン2回狙えるんですよね。まああるよね。うん、ホールインワン2回狙いし、まあアルバトロスも難しくないと、まあそういうコースなので、まあ平凡なプレーを皆さんにお見せしたという、ただそれだけなんですけど、ベストニアピンも取っていくと、うん、はい、まあ残り2回やってもいいけど、まあ別の機会にしましょう。まあ土日、あと日曜あるし。うん、初見プレって感じじゃなかったな。もう MGC で散々、いや自分はそんなにやってないですけど、うん、ああ終わったってことか、開催中ファイナル。MGC の遊び方、ミンゴルファーナンバーワンをかけた頂上決戦 MGC ファイナル。うん、各ホール1回限りの真剣勝負でスコアと SP を競う。うん、大会終了後は MGC ファイナルの熱戦をハイライトでチェック。チャンピオンはグリーンジャケットと限定称号を贈呈。MGC ファイナルは本戦の成績上位者のみが参加できます。MGC ファイナル終了後、各ホールの成績上位者のプレーが確認できるようになります。閉じると。つまり、あなた方はコース回れませんよ、はっはーっていうやつですね。最後は、あれかな、富士山コースなのかな。ということ。はい。ということ。うん、まあ、いつか、回れるようになるんでしょうね。一人でゴルフとかで。もちろん作ったのはもったいないですから、このままにしておくのは。じゃあツアーでゴルフやっていきましょう。クローゼット、うん。そろそろ、しのめちゃんから、元のアバターに戻したいかなと思うんですけど、結構似合ってますよね。しのめちゃん可愛いよね。まあこれは普通に最強の装備になってるんですが、この辺は冬仕様か。だからこれを変えればいいんですね。何にしよう。まあ適当でいいんですが、上から行くか。いや適当はねよろしくない。こういうパターンで行こうかな。まああのコスチュームプレイはナミプですからね。うんうん。うん、あ揃った。揃ったね。じゃあアクセサリーだけか。うん。うん。じゃあこの猫の格好で今日は。対戦してみようかなと思います。はい。
じゃあ音楽変えましょう。よし、行こう。誰にしようかな。初戦の対戦相手の方。うん。パリは勝手に落ちる汗。これは対戦したことあるな。多分。キャフィー最初打ちたくないな。さあ行きましょう。チャンス。ここでいやー、そろそろいろんなことを試したいな。431。こっかな。ここは流れてるよね。流れてないところある？流れてないところはない。まあとりあえずこの辺に打つか。そしたら残り何ヤードかっていう。307。ここかな、もしかして。まあ相手はなんじゃらほいと思っているでしょう、普通に。あのね、過去に1回自分の打った場所に落としたプレイヤーいましたね。そのプレイヤーは2打目で綺麗に決めていきました。あれはすごかったね。勝負に乗って、かつ、アルバトロスで締める。アルバだったかな。アルバトロスです。いいですね。125。じゃあ、普通にルシドを。これは届かないのか。届かない？届かないか。そっか。そうっすね。蝶ちゃんも使えないな。じゃあもう、霊砲のみだ。残り30秒か。やばいな。惜しいけど、まあ放つか。ギリギリなんとかなりそうだけど、ダメか。まあいいでしょう。まあ今回やっぱそうだね、2つは無理だね。そのコスチュームプレイをしながら最高のショットを打つっていう考えではちょっとやっていけないというのが分かりました。届かなかったんで。ただ落とした場所は悪くなかった。ですね。ナイスショットです。外すけど負けないかな。どうだろう。6.2。ああ、もしかしたら勝っちゃうかもしれない。この蝶ちゃんが果たして、1.4 だったら負けかな。蝶ちゃん 1.4 なら負け。
あ、 1.4 でも勝つかもしれないな。どうだろう、決まったらナイスをします。ナイスショットです。いけるか。 1.3 か。 1.3 ならわからないな最後まで。あー、初戦勝ちたい。初戦は勝ちたいな。初戦は勝って終わりにしたい。切実。うん、多分勝ったでしょう。多分ね。え、ナイスショット。いける？バーディー。どうしようかな。ナメプをし続けるのはちょっと良くないな。最強装備で臨めばさっきのところも2発目武士道で届いてたんですけど、まあもうちょっと続けますか。勝ったんで、うん、誰にしようかな。初戦勝つと調子が出てくる、うん、やっぱね、いいでしょう。超チャンスショット、いや使えるんだよな。うん、レッツゴー。超チャンスなかったらさっきのシーン負けてた可能性はある。うん、計算してないので分かんない。ピアフィー来た。さあ、あー、しかもまたか。いやでもあれでしょ、祝砲で届くんでしょ。祝砲で届くならいいよ別に。まあ、蝶ちゃん使いたいところは山々ですけど、祝砲で届くのが分かったので、まあ、前と同じところで、この辺でもいいんじゃないか。高い方がいいかもしれない。いや、それは考えすぎか。うん。311。さあ、行きましょう。おお。相手も乗ってくるか。まあ乗ってこないかな。うん、まあ今回3発目だしね、決めたの。2発目で決めるのはどうでしょう。え、ナイスショット。うん。負ける匂いがプンプンするな。ただ今回はもう分かってるから焦ってない。入んないな。ここでいいと思うんだけど、全然入ってない。全然入ってないっす。行きましょう。え、ナイスショット。いいと思うんだけどね、入ってないんですよ。いける？やっぱダメか。いいですね。なんでだろうな。おー。
相手はどうする？おっと、マジで、マジ、わあ、ちょっとマジ、スパイラルなん、スパイラルを決めるらしい。え、マジ？なんだろう、見せるなマジで。そんな、どう？スパイラルを決めるわけじゃない。うん、28か。これは1800プラスして、んー、蝶ちゃんやっといたらいいか。とりあえず迷ったら蝶ちゃんと。うん、じゃあ決めよう。どうだろうな、微妙かな。6195。うんうん、バーディー。そうっすね。いや、やっぱなんだろう、翻弄させてんのかな。今日も頑張りましょう。うん、2回とも同じコースで外したか。いや、そもそも、いやいやいや、決まるはずなんだよ、大丈夫、そこは大丈夫。ただね、全然ね、焦点が合わなかったのが気になる。うん、続けてやっていきましょう。レベル92558と。多分初対戦な感じはします。初対戦だと思います。ノーザンか。最初打ちたくないね。はい、さあ行きましょう。祝砲で届くかな。あれ、やべえ、届かない、マジか。ちょ待って、そしたら超パワー届くけど、届くけどもうダメだ。そしたらチャンスにして、どの辺まで行く。もうあのぐっちゃぐちゃやね、ぐっちゃぐちゃやね。やばい、やばい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 、嘘、やばい、やばい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 、やばい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 。始めます。あ、ドライバーだったらだな。ちょっと欲張りすぎたか。地形をね、理解してなかった。地形を理解してなかった。もうあれですよ、あのフェアウェイじゃないからドライバー使えないってことは、もうやるだけ無駄です。ザやるだけ無駄、ザやるだけ無駄なんだけど、今やっとくか。ナイスショットです。よし、うん、
これ今どこ？違う。ちょっと高額のためにだね。後期。まあこの辺が使えないからな。この辺に落とせたらいいんじゃないかみたいな。こっから一直線。まあもうあれだね。どう？いいですね、うん、じゃああとはあれだ。せっかくだからちょうちゃんを使った時にうまくいくかどうかのテストしましょう。もう負けるのは決まってるからね。ちょうちゃん使ったらどうなるかのテストだけちょっと やらせてください。やります。一応当たるは当たるか。さっき当たったよね。ダメだった。テストにならなかった。悔しい。はい。お。どうしよう。だいたいこっからずるずる負けるんですよ。ずるずる負けることをこの上ない。ですがどうすかな。コスチューム変えましょう。まあコスチューム変えてどうなるかっていうことはないんですけど、もうこのコスチュームもいいでしょう。カエル行きましょう。カエル、カエル来たー。カエルあるよね。ないないの。あった。はい、カエルありました。よしよしよし、今日は着ぐるみ会ですね。ただのナメプなんだけど。誰にしようかな。対戦相手の方、やっぱあそこはね届かない。あそこは届かないんだよな。レッツゴー。バースリー。ノーザン。いや最初打ちたくないね。はい、さあ行きましょう。4回連続かい。マジかよ。どうすかな。いや今どっちを信用しようかなと思って。入んねえ。ダメだ、入んないわ。とりあえず打ったけどダメっぽいな。いける？いやー外行かない。
まあしゃあないしゃあないしゃあない。うん、さあ行きましょう。最初行きたくないよね。このマイクスタンドかっこいいですね。ノーザンライツ行こうかな。ノーザンライツ、うん。BGM を変えます。どう考えても勝てないんだよな。どう考えても勝てない。ただこのクラブはすごい。いやー、釣りクラブはこういう時に使える。勝てないけど。よし、やった、バーディー。なんか相手のパターがクソパターなことはなかったか。なことはなかった。同じ釣りクラブと、そこ、バーディー。はい、いや、うーん、悔しい。うん、クラブセット、この上があるけどね、こっちがねインパクトが低いんですよね。でこっちはインパクトが高い。まあこの差で決めたんですけど、うん、まあどうしようかな。引き続きやっていきますか。お、はい、誰にしよう。4回連続先打ちか、確か。うん、3A ミンミンさん、レベル90の2268と。レッツゴー。ファラガー、ファラガー向かい、ファラガー向かい、超パー。あー、狙えるのか一発で。うーん、ってことは相手は打ちたくないよな最初には。うん、相手のショットで決められますからね、どう打つか。さあどう打つでしょう。セコッチにするのかな。寄せる系でいくか。狙ってくると、マジか。狙うと強め強め。ナイスショット。ナイスショット。いける？そしたらまあ勝負せざるを得なくなったな。こんなにやってくるとしたら。うん。さあ行きましょう。366。とりあえず届くからまあセーフか。勝負をする。うん。ナイスショット。
ける？イーグルチャンスだ。はい、よし。なんかすいません、今編集点を作ったんですけど、メールが来てました。はい、すいません。ダイヤ来た。うん、行こう。次の勝負、やっぱね、ハンデはきついね。ハンデきついけど、その中でも勝っていくというね。うん、チムリンさん、アミバ。84-2621。まあね、これは逆を言うと、伝説のクラブを使っている、まあ、代償というか、伝説のクラブを使っているからこそ、ちょっとハンデを与えるみたいなのはある。皆さんも、持っていると思うんですけど、何でしたっけ？トリックアトリートクラブ。トリックアトリートクラブ持ってる人結構いると思うんですよね。だからぜひ使ってみてください。ナイスショットです。このツアーで。めちゃくちゃ使い勝手いいです。まあ伝説のクラブと自分は呼ばせていただきますが、伝説とね。トリックアトリートクラブは伝説のクラブです。どうしようかな。チャンスで149。これどう？ダメかな。あんま時間がない、あんま時間が。15秒か。この辺に打ってば大丈夫かな。あんまり良くなかったな。ほい。難しいというか、そのクラブが使えるクラブが少ないから、いいですね。あんまりいい場所じゃないな。もう一つ後ろで打ちたかったけど、まあベストか。いや、まあここはね、ここはその盛り上げるために武士道で、相手は相手で、そのなんだっけ、これはきついな。入らないかもしれない。ギリギリセーフ。怖っ。よし、よし。これね、これはあれですよ、旗包みしちゃったので負ける可能性大ですね。相手は旗包みを防止するために左に打ったんで、これ負けたかなと思います。霊砲。まあただ相手に霊砲を打たせたっていうのはでかいかもしれない。普通に拡大とかそういう武士道とかではなく、霊砲を打たせたのはでかいはず。多分。決まったらナイスをします。ナイスショットです。は負けですね。風向きなんだよな、問題は。1800
と考えたら、悔しい。どうなるか。1800。そうですね。うん、旗包みがなければ勝ってた可能性はあります。はい、お呼びですか。うん、続けてやっていきましょう。誰にしようかな。うん、レベル70で2499。あー、強い、強いよな。まあまあ、パーフォー、ピアフィーここか。さあ行きましょう。351。おお、どうしようかな。まあ同じように祝砲かな。祝砲かな。霊砲、霊砲風。うーん、あー、じゃあちょっと待ってよ。相手のポイント 1.25 か。そこ、そしたらいいですね。チョウちゃん持ってるかどうかだな。チョウちゃん持ってなさそうだな。さあ行きましょう。霊砲かな。じゃあちょっと霊砲チョウちゃんで試してみよう。え、ナイスショット。どう？いいですね。よし、霊砲チョウちゃんやってみましょう。いや、これで勝ったら終われるなと思って、チョウちゃんも試したしみたいな、試せたしみたいなね。うん、チョウちゃんが決まるかって結構大事なんでね。ちょっとね、近いところでまあいけるかどうかを確認するのは大事かなと。あー、むずいな、もう。いける、大丈夫か、本当に大丈夫か。よし、決めよう。ナイスショット。ダメでした。風、これはやっぱ風かな。風の関係か。なんだろうな。今のは完璧なショットだったと思うんだけど、やっぱりチョウちゃんは近くじゃないとダメかな。風の影響を受けて当たらなかったという感じはする。何回か打てば納得するんですけどね。うん、風の影響か。そしたら最初にチョウちゃんを打つっていうのはありか。そうだね、それはあるかもしれない。何？どうした？もう打った。ただ負け、負けだな。自分が負け、自分が負けだ。バーディーチャンス。やっぱりね、やっぱいいっすよね。クルパしても負けだから安心しろ。はい、
決めていこう。どう？いやー外した。くっそ。いやここはリタイアで。そんな。悔しい。しょうちゃんは外れる。はい。今日も頑張りましょう。残り一勝っていうのが結構ねきついんですよね。難しいというか。残り一勝で終われるっていうところでずっと足踏みする現象があるんですよ。なんかジンクスかわかんないけど。第3、K さんと。はーん、どうだろう。ここ好きやな。さあ始めるか。最初にちょうちゃんはありかもしれない。この辺で考えると、うん、どのみちちょうちゃんは決まらないという考えで打つしかないからな。でいいですよね。礼法で、ほう、そこ。ナイスショット。よし。いいね。うん。さあ、行きましょう。どうしようかな。いやいや、違う。もうここちょうちゃん。これ。どうなってる？入らないなこれ。地獄じゃん。霊峰？でも霊峰残り30秒。ここでも入らないね。じゃあ祝福だね。相手よりも近くに打つか。せめてね。ナイスショット。どう？まあこれで相手が何を打つかですけど、いいですね。直接決めに来たらもう負け。直接決めに来たらもう負け。霊峰した。霊峰した？霊峰したか。セコチか。どうだ？つける。でも霊峰しただな。霊峰したつけか。霊峰下つけピン外しか。おっやりや。はい、じゃあちゃちゃっとやろう。相変わらず。もう。もう入ってんだろこれ、もう。
拡大で打ちたい。ナイスショット。不本意。不本意だわ。不本意すぎる。まあ5913。どうだろうね、この5913。そうだね、勝ちか。うん、結果セコチで勝つというね。まあしゃあない、しゃあないしゃあない。やった、うん、お、ダイヤ2つ。ダイヤ2つ。お呼びですか。これは嬉しい。じゃあ開けていきましょう。はい。カード待つ。はい。持ってない。うん。ハイパー。持ってない。おっと、いいの来た。うん、フェザーロッド来た。なんか欲しいな、もっといいやつ。いいのは来るけど持ってないんだよね。フェザーロッド上げますか、レベル。コントロールがバリクソ高いな。うん、まあこれぐらいでいいかな。他はないないか。他はいいでしょう。フェザーロッドはどこで使えるか。ここね、グレートショットクラブ2があるので、まあね、ないな。うん、出番がない。スキルも悪くないんですけどね。こっちか。チャンショの低反発。うんうん。それでは、しのみちゃんの服買えますか。うん、しのみちゃんの服変えて、今日のこのミンゴルは終了しようかなと。はーい。うん、これ似合うね。ということで、何回と言ったらいいのかな。うん、ミンゴルのんびり実況プレイにしますか、いつもの感じで。うん、いかがだったでしょうか。よろしければ高評価、チャンネル登録等々よろしくお願いします。うん、いやー、楽しかった。うん、やっぱね、勝てる装備があると、勝てる装備というか、長チャンスショットが手元に1本あれば、いろんな選択肢が取れるので、まあそういう意味ではまあ取れてよかったかなと思います。はい。うん、まあコスチュームプレイに飽きたら本腰入れてやっていこうかな。ただ今コスプレやってる状態で、そのまあ不利なヤードが続いてるんですけど、そこでまあなんていうか、祝砲とかって、まあ武士道じゃなくて祝砲で決めたりとかっていうのがどんどんできるようになれば、まあもっとこう落ち着いてプレイできるというか、高確率でジャストショットができるようになる
じゃないかなと思ってますので、もう少しコスプレで、プロツアーやって、まあまあね、そうですね、スコアの方も上げて、スコアじゃないか、レートの方も上げていきたいなと、これ可愛いな思います。ここまでご視聴ありがとうございました。失礼します。